バフマニー朝、バフマニー朝の最大半とバフマニー朝とは、14世紀中頃から16世紀初頭に、かけて、インドは大陸のデカン地方を支配したイスラーム王朝。首都は、グルバルガとビーダル、バフマニーするターン朝、バフマン朝とも呼ばれる、アラーウッディーン・バフマン、シャアのコイントグルク朝のデカン地方総督アラー、ウッディーン・ハーサンが、デカンのグルバルガで1347年に、 独立した。ハサンは即位に際し、バフマン・シャーと称した。このことから、この王朝は、バフマニー・アサとも呼ばれた。バフマン・シャーを名乗った理由として、ペルシャ出身のフィリシュタという歴史家が語っている、民衆の伝説によると、神秘的なイランの英雄バフマンに自分を見立てようとしたからだという。だが、バフマン・シャーという語は、アラーウッディーン・ハサンが以前使えた主人である。 ガングーという人物がバラモンだったから、その主人への称賛の言葉を意味していたとする説もある。14世紀後半頃のバフマニー朝と、ビジャヤナガル王国グルバルガオ首都としたバフマニー朝は、南側に隣接するビジャヤナガル王国と常に構想状態にあった。というのは、両国の国境地帯のトゥンガバドラー側と、クリシュナ川流域である、ライチュール地方は、経済的に豊かな土地として知られ、 クリシュナ川とゴーダバディ川の下流平野は大変肥沃な土地である上に数多くの港がありその港を通して外国貿易が取引されていたため領有した王朝はその利益で潤うからだったバフマニー朝のスルターンは優秀な砲兵隊と機動的な騎馬隊を持ってしばしばビジャナガル王国を破ったが決定的な勝利を収めることはできなかったまた戦争によって 無差別虐殺や子供の奴隷売買が行われたり、経済的にも疲弊したため、前述のような残虐な行為は行わない、両国の国境は当初のままとするという協定が結ばれた。アフマドシャー一世、タージュッティンフィールーズシャーは、バフマニー朝随一の名君とされる人物で、トゥンガバドラー川流域を獲得しようとした、ビジャビジャやナガルオーデーバラーや一世を破り、 多額の賠償金と増、真珠を支払わせた。一方で、コーランの注釈に通じ、自然科学を好み、国内外から学識者を積極的に招いた。しかし、1422年自分の弟のアフマドシャー一世のために退位を余儀なくされ、同年に死亡した。アフマドシャー一世の知性に、バフマニエは、デーバラーや二世の元軍政改革を行って、 兄弟になったビジャヤナガル軍に敗れ、1425年にグルバルガから北東 100km のビーダルに戦都した。また、1443年にはビジャヤナガル王国と3度にわたる激戦を繰り広げたが、その決着はつかず、現状維持の同意がなされた。アフマドシャー2世からムハンマドシャー3世の治世に、イラン出身のマフムードガーワーンが最初を務めた。 バフマニー朝はカーンチープラムまでビジャヤナガル領に侵入したほか、コアなどをビジャヤナガルから奪うなど、西部海岸地域を征服に成功した。その結果、イラン、イラクなどとの海外交易の拡大が可能となり、それに伴って国内の商業流通や手工業も発展した。また、グジャラーとするターンアサとの同盟のおかげで北方のマールワー地方にも領土を拡大した。しかし、 マフムード・ガーワーンは、パフマニー朝国内の古くからの貴族とイラン系など、新しい貴族の対立に悩まされ、融和策を図ったものの、1481年に、デカン派の残言で処刑された。そのために、1489年以降、マフムード・シャーの時代に、地方長官たちが次々と独立し、ビジャープル王国、ゴール・コンダ王国、ベラール王国、 アフマドナガル王国の4つの王国が成立した。1510年、ポルトガル帝徳、アホンソで、アルブケルケが、ビジャープル王国が支配するゴアを、攻防の末に獲得。その後、1527年にカリーム・ダー、シャーの治世で滅亡した。その半途は、バフマニー朝裁章が樹立したビーダル王国に組み込まれ、ここに、デカン・スル・ターン・アサが成立した。 アラウッティン・バフマン、シャー・ムハンマド・シャー・イッアラウッティン・ムジャーヒド・シャー、ダーウード・シャー・イッムハンマド・シャー・イッギア・スティン・タフマ・タン・シャー、シャム・スティン・ダーウード・シャー・イッター・ジュッティン・フィールズ・シャー、フィールズ・シャバフマニー・シハーブティン・アフマド・シャー・イッアラウッティン・アフマド・シャー・イッアラウッティン・フマ・ユン・ザリーム・シャー・ニザー・アムティン・アフマド・シャー、サン シャムスッティ・ムハンマドシャー3世、シハブッティ・ンマフムードシャーフマドシャー4世やら、ウッティ・ンシャーワリー・ウッラシャーカリー・ムララシャー、ありがとうございます。